奥原聖子肖像、奥原聖子大正2年7月28日は、幕末から明治期の画家。野口商品と共に、明治の女流南画家の総壁と言われ、また安田郎さんと関東南画壇の人気を2分した。本名は池田説、通称聖子。はじめ石香るとこうするが、後に、周金、玉木、乱明、雲金、聖子、星西へなどとした。 同校に住み吐きへ運動、縫い水騒動など、下佐古賀町の人、足元んず小賀藩大藩島の池田守芸門正明の四女に生まれる。母は菊。蘭学者の高見戦跡は叔父に当たる。計画を、かやねはじめかもめ、小、小山加害、小山悟丘について収めた。がは、加盟六年、十六歳で、谷文長門のバイデン水席に、 南北合体の画風を学ぶが、やがて、渡辺火山に死縮し南河に転向する。慶応元年、母方の親戚である奥原玄左門の幼女となりしたこして、上野マリ支シ天横城に住んだ。民心の古賀を研究して、帝板橋、し、来白新人の非成子に死縮した。画号の成子は、通称とこの非成子にちなんだ。また、画質を墨破剣運動と称し、 道合とした。木戸高義や山内陽道の庇護を得て、多くの文人と交流した。画家を制御とする、お披露目会に、大沼鎮山、鈴木、昭桃、関幸恵、福島隆歩、上村、アシス、西際炭酸、山内香織恵、松岡玉木緑、坂田かもめ客、福島隆歩、服部破山など25名もの画家、初夏を招いた。 この時、死の随衆とした合筆を送られている。明治3年に家塾を開くが、最盛期には、門人は300人を超えたと言われる。翌年発令された、断髪脱刀な例に応じて断髪した。明治7年に、鷲津起動、小長井小舟市川一万安、川上東外らと宮城、宮尾会半減者を、結成、文人が流星に尽力する。 明治9年に当時学生だった岡倉角蔵が聖子に入門している。明治15年のフェノロサの講演、美術新設以降、文人画の人気は低迷する。明治24年、55歳の時に東京を払って成田村上川上へ陰性し、合法雷楽な画風から金言聖地な画風に変わった。この頃、修物騒動、縫い水騒動、 すんばまめひとろうなどの動画を用いている。大正2年7月28日、77歳の生涯を閉じる。幼女に奥原聖水がいる。ありがとうございます。